ター五郎です。今回はボルドー地方サンテミリオン地区に入ります。サンテミリオン地区はドルドーニュ川右岸にあります。ドロドロドルドーニュということで、ここは粘土質の土壌です。特にポムロールエリアではクラスドフェールという酸化鉄を含んだ土壌が特徴的です。鉄はラテン語でフェルムと言います。この鉄分豊富な土壌からできたポムロールのワインは血生臭い野生味があって官能的で力強い味と言われています。なんだか非科学的な説明で分かりにくいですが、鉄分といえば血液が鉄分を多く含むことから、鉄分豊富なワインは血生臭いというのはなんとなく分かると思います。その血生臭さが野生的で官能的ということでしょう。シャトーペトリュスというワインが有名ですが、実際に飲んでみるとその味のニュアンスがよく分かると思います。ただし、ネットでパッと調べたら1本38万円でした。まあ、ワインをせっかく勉強しても高くて手に入らないというのがまた残念なところですね。まあそんな現実にもめげずに勉強を続けましょう。まずこのエリアの AOC を場所とともに覚えましょう。ドルドーニュ川の下流から大きくフロンサック、ポムロール、サンテミリオンの3つがあります。ところです。フライパンに酸化鉄。はい、フライでフロンサク、パンで、ちょっと無理やりですけど、パンでポムロール、サンテミリオンで酸化鉄にかけましょう。酸化鉄というのはいわゆる錆のことですよね。つまりこの頃はフライパンが錆びたという意味です。はい、で、サンテミリオン地区には6個の AOC があります。川沿いから AOC サンテミリオン、サンテミリオングランクリュー、サンジョルジュサンテミリオン、モンターニュサンテミリオン、リュサックサンテミリオン、ピュイスガンサンテミリオンです。では語呂です。ミリオンのジョージ・アルマーニのリュックサックをポイ捨て。なかなか豪快な語呂ですね。まあ、ミリオンダラーするジョージ・アルマーニの高級リュックサックをポイ捨てするという意味ですね。これはミリオンがAOC サンテミリオン、ジョージ・アルマーニでサンテミリオン・ジョルジュ、でアルマーニがこうモンターニュサンテミリオンにかかっている感じです。リュックサックでリュサックサンテミリオン、ポイ捨てでピュイスガンサンテミリオンですね。一応これは AOC の場所は川沿いからの順番通りになっています。ここで AOC サンテミリオングランクリューとあるようにサンテミリオンにも格付けがあります。これはプルミエグランクリュークラッセとも言われてますが、この全18個を覚えましょうね。ただしこの格付けは10年に一度見直されるので、この頃は2022年には無効になってしまいますので足からずです。プルミエグランクリュークラッセっていうのは直訳すると第一特別級となります。格上げしすぎてもわけがわからない日本語になっていますが、その中でもさらに A クラスと B クラスに分かれます。それぞれ覚えましょう。まず第一特別級 A はシャトーパビアンジェラス、シャトージュバルブラン、シャトーオーゾンの4つです。中でもシャトーパビとシャトーアンジェラスは2012年に昇格したものです。語呂です。プレミアのパブでエンジェルがシャブで遊んでる。最近覚醒剤事件が多くて不謹慎な語呂ですが、なかなかいい語呂なのでこれで覚えてください。はい、プレミアで第一特別級を指して、パブでシャトーパビー、エンジェルでシャトーアンジェラス、シャブでシャトーシュバルブランのシュバで、遊んでるでシャトーオーゾンヌです。次です。第一特別級 B はシャトーカノン、シャトーラ・ガフリエール、シャトーカノン・ラ・ガフリエール、シャトーパビン・マカン、シャトーボーセジュール・ベコ、シャトーボーセジュール・デフォー・ラ・ガロス、シャトー・トロット・ビエール、シャトー・フィジャック・クロフルテ、シャトー・バランドロー、シャトー・モンドット、シャトー・トロロン・モンドット、シャトー・ラシウス・デイカス、シャトー・ベレールです。はい、実はさっきの語呂と内容が少し被りますので、第一特別級 A と B はセットで覚えましょう。では語呂です。はい、ポムロール地区です。ポムロール地区の AOC は2つだけです。ポムロールとラランド・ド・ポムロールだけで、いずれも赤のみです。ポムロール地区に格付けはありませんが、有料ワインとされる覚えるべきシャトーがたくさんあります。
シャトー・ラトゥール・ア・ポムロ、シャトー・プティ・ビラージュ、シャトー・ペトルシャトー・ラトゥール、シャトー・ラトゥール・ペトルシャトー・トルタノワ、シャトー・ルパン、シャトー・セルタ・ドメイ、シャトー・ライバンジュ、シャトー・ドサル、シャトー・セル、シャトー・ネナン、シャトー・ガダ、シャトー・レグリーズ、シャトー・レグリーズ・クイーン、シャトー・ラル・コンスヨー。まあ、16個くらい覚えましょう。ペトルスとかルパンとか聞きなじみあるようなワインもありますね。一応語呂があります。ポムロールという小さな村ではペットロスにあふれてる。取ったのはルパンかもしれない。サータンリーメイビー。もう一個の語呂があります。エヴァはセールス担当で何人もの外人をイングリッシュでカウンセリングしている。では一個一個解説します。最初の頃のポムロールがシャトーラトゥーラポムロール。で、小さな村はフランス語にするとプチビラージュですから、シャトープチビラージュですね。ペットロスでペトリュス。取ったのはルパンで、シャトートロトノワとシャトールパン。で、サータンディメイビーでシャトーセルタンドメイ。エヴァセールス担当での頃は、エヴァがシャトーレバンジル。セールス担当でシャトーセルタン。何人ものでシャトーネナン。外人でシャトーガザン。イングリッシュでシャトーレグリーズ。これスペインにするとイングリッシュっぽいですよね。シャトーレグリーズクリネも一緒に。で、カウンセリングでシャトーコンセイアントです。あ、一個見逃してました。最初の頃のペットロスに溢れてるの、溢れてるで、シャトーラフルール、シャトーラフルールペトリュスにもかかっています。ルパンにペットを盗まれた村という話になっています。あと、サータンリー・メイビーっていうのは、まあ、ジェフ・ベックとかオアシスの名盤のあの、ディフェネットリー・メイビー。そのようなニュアンスが伝われば嬉しいです。はい、以上になります。